皆さんこんこにちはは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はいま今回は YBC ルバンカップグループステージ第3戦名古屋グランパス対川崎フロンターレの試合について展望を話していきたいと思います試合は明日8月12日19時パロマスタジアムみずほで行われる一戦となります で明日の試合はルヴァンカップのグループステージ最終節ということで、まあ、グ,ロングランパス、まあ、フロントアルもそうなんですけれども2勝同士の一戦ということでグランパスは引き分け以上で決勝トーナメント進出とで、まあ、負けてしまった場合であっても状況によっては進出決勝トーナメント進出の可能性がわずかに残るというような状況です。 で相手の川崎フロンターレなんですが、まあ、言わずもがなといいますか今季圧倒的な成績を残しておりまして今季、ルヴァンとリーグ戦11戦戦って10勝1分けといまだ負けなしですし 10, 10勝しているとで、かつ現在9連勝中もう本当に強いの一言ですね。 でリーグ戦でいうと9試合で23得点に対して6失点で得,、まあ、得点力の高さというのは相変わらずすごいんですが、まあ、むしろ失点の少なさにも目が引くと9試合で得失点差がもうすでにプラス17ということですねほぼほぼ2点差以上あの奪ってあの勝っていると。 いかに安定して勝っているかということが数字上からも分かるということですね。で、そんな今期のフロンターレ、まあ、昨,昨シーズンとのまあ大きな違い、まあ、大きなとは言えないかもしれないですけど、違いといえば、フォーメーションを少し変更したというところですかね。フォーメーションを4、3、3に変更、で、中盤の構成をあのアンカーを置く、アンカープラスインサイドハーフ2人に ししたととといいううことがまあ大きなな変更と言えるんじゃないでしょうかメンバー自体に大きな変更はないんですが右サイドバックに湘南から来た山根選手がこれがもうピタリとハマって山根選手もすでにリーグ戦だけで2得点奪ってアシストもしてということでもう。 さらに盤石になったという感じですね。で、昨シーズンもリーグ戦は4位と決して悪くなかったんですが、そこからさらにフォーメーションを、まあ、変更をして、で、かつこの圧倒的な成績につなげているということですね。まあ、小木木監督の手腕もそうですし、それに応えられる選手のレベルの高さというところもそうですし、まあ、本当にチームとしてレベルが高いと。 対策される頃に自ら変化していくっていうのは強いチームのいいサイクルのように見えますで明日はまあグランパスもフロンターレもそうなんですけれども中3日で迎えるリーグ戦から中3日で迎えるルヴァンカップということですねさらに今週末にもリーグ戦があるのでどのようなメンバーで来るのかというのはかなり読みづらいというところはあります ただ、フロンターレの場合は、まあ、これも今季の強さの一因だと思うんですが、まあ、選手層がとにかく暑いとリーグ戦なんかでもベンチ入りメンバーを見ていてもですね、スタメンクラスの選手がずらりと並ぶで後半出てきた交代選手が得点奪ったりアシストしたりと試合を決めたりということで本当に誰が出ても質が落ちないようなサッカーをしていると。層の厚さというのも まあそんなグランパスそんなフロンターレ相手にグランパスがどう戦っていくのかというのがまあ明日の注目ポイントだと思うんですけれどもなかなかフロンターレかなり盤石と言えるようなチームだと思います。で対するグランパスなんですがまあスタメンをちょっと考えていきたいと思うんですけれどもまあ明日の試合の位置づけというところでいうとやっぱり決勝トーナメント進出のかかった 大切な試合、カップ戦とはいえあのかなりタイトルに直結するような大きな試合ということが言えると思いますただ一方でミッドウィークのカップ戦ということも事実メンバー選考が非常に悩ましいでまあただ今季のルヴァンカップ試合数が少ないので言い方が悪いんですけれどもかなり狙い目のタイトルではあるかなと 思いますでグランパスここ2戦勝ってきているのでなかんなかなか、あのー、しっかりと取りに行きたいというかただまあ相手もフロンターレということでねあのー、勝ちに行くメンバーを選ぶまあ勝ちに行くベストのメンバーを選ぶんじゃないのかなとまあそうじゃないとやられてしまうというところがあると思うので,でどういうメンバーで臨むのかなというところですがまず。 出場できない選手についてちょっと整理をしていきたいと思います。で、金崎選手はやはりあのグループステージは規定により出られないと。で、負傷者等なんですが、まあ、前々日の監督の会見からすると、米本選手、阿部選手、宮原選手、渡辺選手は明日の出場は難しいと。 でオジェソク選手については最近ようやく全体練習に参加できるレベルになったということなのでまあ明日の試合スタメン出場というのは可能性は低いのかなと、まあ、そもそもオジェソク選手グループステージに出場できるのかちょっとはっきりしないどうやらガンバでの出場はないんですけれども登録はされてベンチ入りはしているというところで明日の試合そもそも規定上出られるかどうかというのがちょっとはっきりしていないまあ当然チームとしてはあの確認してるんですけど私はそこまで確認まあおそらく 出ようと思えば出られるのかなと思う。どっちにしろ、決勝トーナメントに行けば、金崎選手もオジュ選手も出られると思うので、まあ、あのー、決勝トーナメント進出に期待がしたいというところですね。で、あと、もう一人、微妙なところ、清市選手ですね。清市選手の出場がかなり微妙なようですね。前節、浦和戦で少し負傷してしまったようで、まあ、 回復はしてきているようで、まあ、そんなに重症ではなくて、明日の試合出られるかどうかっていうラインのようなんですけれども、まあ、確かに浦和戦の後少し足をかばうように歩いていたように見えたので、やはり少し負傷してしまっていると。で、まあ、無理してね、怪我を悪化させるということだけは避けてほしいなということが言えるかなと。で、あとは当然、日程面の考慮というのも必要で、8月、もともと過密日程ですし、 明日の試合のあと、週末土曜日に FC 東京戦、その次の週、水曜日に湘南戦、日曜日に再び川崎戦と、まあ、リーグ戦なんですけれども、中2日、中3日で連戦となっていくということで、このあたりの考慮も当然必要かなというところではあります。 でその上でスタメン予想なんですが、ゴールキーパーはランゲラック選手、ディフェンダー右から成瀬選手、中谷選手、丸山選手、吉田選手、ボランチは稲垣選手、秋山選手、2列目は右から前田選手、シャビエル選手、マテウス選手、センターフォワードに山崎選手ということで予想をしてみました。で まあ、一応予想なんですが、まあ、改めて本当に読みづらいと。で、過密日程のことを考えると、もう少し選手を入れ替えるという可能性もあるんですが、まあ、タイトルの可能性が残る大切な試合ということで、まあ、以上のようなメンバーを予想しました。特に、川崎の攻撃陣を考えたときに、守備陣は、まあ、 現状ベストとと考えられるようなななで行きたいいいんじゃないのかなと思いま,すまあ今後連戦もあるんですが、まあ、そこである程度選手の入れ替えということはあるならあるのかなと、まあ、あとはフロンターレに何とか勝ってほしいなと勝ちたいなという気持ちを込めての選手予想でもあります。 でまあ、試合の展望についてというか、まあ、フロンターレをどう攻略していくかというところなんですが、まあ、フロンターレのこれまでの今季の試合のハイライト、まあ、ハイライト程度ですけれども確認すると。 やっぱりまあ単純に見れば見るほど強いとハイライトなので自然的にフロンターレの得点シーンを多く見ることになりますしまあ失点シーンもほぼないというところですねであとはフロンターレの今季のサッカーまあ今季だけではないんですけれどもフロンターレのサッカーの一つの特徴というのはチーム走行距離が少ないと チーム走行距離がかなり下から数えても1番目、2番目くらいじゃないですかね、かなり少ないと。で、これがどういうことかというと、まあ具体的なことはよくわからないですけど、とにかく走行距離が少なくて、勝てているということなので、1つ言えるのは、かなり効率のいいサッカーをしていると、あの、まあのま過密日程の中でやっぱり選手の消耗少なく結果を出すっていうのが、やっぱりチームとしては一番いいことだと思います。結局 走ることが目的ではなくて勝つことが目的なのでいかに走らず得点を奪うかいかに走らず失点を防ぐかそういう意味で言うとこのデータというのはフロンターレがいかにいいサッカーをしているかということを表しているんだと思います走らずとも得点を奪えるよと走らずとも失点を防げるよということなのでやっぱりフロンターレ かなり効率的にボールを動かしたり、効率的に選手が動いたりとかなり選手個々人のレベルの高さとあとは戦術の浸透具合というのかなっていうところを表しているように思います。で、まあ、まずはフロンターレの強力な攻撃をどうしのぐかというところでグランパスの守備について考えるんですがフロンターレかなり押し込んで攻撃をしてくる。 ような印象を受けますサイドバックの選手がかなり高い位置を取ることが多いと、まあ、山根選手だったり上里,里選手かなかなりあの相手陣深くまであの、まあ、山根選手なんかでいうと得点に2つも決めてますし、まあ、リーグだけでもう 2, 2つも決めてますしアシストもあのしてますしゴール前でのシュートもあったりとで、まあ、これかなり押し込んで攻撃してくるとでそれはやっぱり選手個々人の技術が 高いのであんまり変な奪われ方をしないという全体の安心感というのがあるんでしょうね。あのしっかりと押し上げてもあのカウンターを食らわないというようなことですね。で、カウンターを食らわないという理由のもう一つは、まあ、選手個々人が変な取られ方をしないということとやっぱ奪われてもさらに高い位置で奪い返して逆にショートカウンターをしてしまう。もう一回攻撃をし,しな作り直す。 っていいうところも大きいであとは攻撃をしっかりとシュートで終わらせたり、あのー、そうしっかりと終えて形を作って、あのー、攻撃を終えるということがあるように思えます。なので、まあ、安心して上がれると。で、まあ、あとはフロンターレの試合見てるとやっぱりシュートレンジが。 広いですね。ミドルシュートが結構、しかも、なんて言うんですかね、苦し紛れのミドルシュートではなくて、かなり可能性を感じさせるミドルシュートが多いと、シュートが上手い選手がかなり多いですね。まあ、大島選手もそうですし、江永選手もそうですし、まあ他の、あのー、ミッドフィルダーの選手もそうですし、隙があればミドルシュート打ってくるというところですね。で、しかも結構際どいところに打ってくる。シュート技術はみんな高いと。で、まあこれ、 だからじゃあ飛び込めばいいのかというと飛び込んでもかわされちゃうような選手が多いのであの飛び込むことはできないと思うんですけどある程度距離を詰めた守備常にシュート打たれるかもしれないというようなあの意識は持っておく必要があるのかなとでまあミドルシュート打たせないっていうことは多分できないある程度ミドルシュートっていうのは打たれることはあると思うんですけど何ていうんですかね フリーで、あのー、かなり余裕を持って打たせると本当に危ないと思うので、まあ、常にあのプレッシャーはかけて相手の視野にディフェンダーとしては入っておくだったり、あのー、そんなに楽にミドルシュートを打たせるというような状況は作りたくないかなと、まあ、多少プレッシャーかけれればあとはもうランゲラックス選手お願いしますというようなところになるかもしれないですけどもとにかくフリーで打たせるのはかなり危ないかなというところはあります。でやっぱりりかなり押し込んで 来る逆にグランパスでいうと押し込まれてしまうと本当にきついあの守備一辺倒になるといつかやられるっていうことになると思うので、まあ、ビルドアップにはかなり工夫が必要かなと自陣深い位置であのクリーンに奪い切ったのにそこからちょっとつなぐのか蹴るのかでバタついてっていうシーンはこれまでの試合もた々ただとは言わないですけれども何回かあったと思います。でまあ あのある程度、セーフティに行く場合はセーフティに行くっていう割り切りも、あその試合では必要かなと、でまあ、ただ蹴るだけでなく、できればこういう時に山崎選手がしっかりと体を張ってキープしてほしいなとで、山崎選手のいいポストプレーっていうのは、最近よく出ている。で 結構やっぱり見ると山崎選手、あの、収めて落とすっていうのは、あの、得意なのかなと、あの、落としの、あの、質、ボールの質だったり落としどころっていうのもかなり、あの、シュートしやすいところに落としたり、次の展開も考えて落としたりっていうところで、やっぱり山崎選手のポストプレーっていうのは一つ特徴だと思うので、明日こういったボール、あの、セーフティー気味に蹴り出したボール、まあ山崎選手を狙ってだと思うんですけど、ここをしっかりキープできて、起点に、 できるのかそういうことで相手のまた押し下げることできますしね波状攻撃を防ぐということになると思うので山崎選手は明日しっかり体張ってこの辺りが一つポイントになるかなというふうには思っていますでまあグランパスの攻撃なんですがやっぱり先ほどあのの 今シーズンのハイライトとかを見ていても、まあフロンターレの失点シーン少ないんですが、失点シーンを見るとですね、ミドルシュートがディフェンダーに当たってコースが変わって入ってしまったり、あのー、サイドのクロスをまあすごいボレー、あのー、で決めていたりとか、まあ、あのー、セットプレーからオウンゴールもあるんですけど、要するになかなか崩されての失点っていうのがほとんど なん再現性の高いあの攻撃で決められてるっていうシーンがあまりないんですね。で攻撃する側からすると困ったなっていう感じなんですがでフロンターレの守備陣を見てみてもやっぱりセンターバックの2人は高さもあるし対人も強いと谷口選手ジェジル選手ですかねあのかなり強いと。で、まあ、ゴールキーパーのチョ・ソンリョン選手も。 当然、あの、いいゴールキーパーということで、センターラインがかなりしっかりしているということで、まあ、山崎選手、先ほどの話で、やっぱりしっかり体張ってもらうという必要はあると、起点にはなってもらいたいんですけど、ただまあ、山崎選手に放り込んで、放り込んでっていうことでは、なかなか攻撃としてはうまくいかないのかなと。そうなると、やっぱりサイド攻撃っていうのが一つのポイントに なると、サイドをしっかり崩しきって、低いクロスで中はもう合わせるだけみたいな攻撃ができると理想かなというふうには思います。浦和戦のね、2点目みたいな形がまあ理想的な形なんじゃないのかなと。で、まあ、サイドの選手、前田選手、マテウス選手も好調を維持しているので、やっぱり相手にとっては脅威だと思います。なので、この2人がね、どんどん勝負できる形っていうのをチームとして作っていってほしいなと。 まあ今更ねフロンターレ相手に小細工っていうことはないでしょうし今のグランパスのいいところをしっかりとぶつけていってほしいなと思いますまあマテウス選手前田選手がきっちり封じられると厳しいというのはまあそうなんですが分かっていても止められないのが今の二人かなと思いますしまあそこはもう グランパスの特徴なのでね、二人に存分に勝負してほしいなというふうに思います。まあ、あとはね、山崎選手もかなりフィットしてきているというところですし、シャビエル選手もね、あの前節の裏合戦を見るとかなり体のキレもあるというところなので、中央からもまあしっかりと、あのサイド一辺倒ではなくてね、あの山崎選手に当ててとかあのいう攻撃も あの狙えると思うのでね、やっぱり選手の特徴を生かして、あのこれまであのやってきた攻撃を最大限ぶつ,かってぶつけていってほしいなというふうに思います。まあ、攻撃面でいうと、まあ、グランパスの今の攻撃が全く通用しないということはおそらくないでしょうから、ここは自信を持ってね、これまで通りいい攻撃をしてほしいかなというふうに思います。でまあ、やっぱりフロンターレは常に 常にというか前からかなり狙ってくると思うのでそこをね剥がしてつなぐ場面と、まあ、もう蹴っちゃう場面っていう判断は常に必要なので周りのコーチングも含めてここは的確な判断をしてほしいなと。やっぱりフロントアレののの攻撃陣見てると相手の自陣での ミスっていうのはね、あの確実に得点につなげているように思いますし、逆に言うとグランパス、ミス、自陣でのミスが失点に直結してしまうと思うので、まあ明日ね、あのー、いいカード、いい試合だと思うので、自陣でのミスからの失点っていうのは避けたいなといつも以上に集中して試合,試合に臨んでほしいなというふうには思いますはいで明日は今季負けなしのフロンターレ等の、まあ、グランパスからすると、大一番。 ですねまあ相手強いのでどうなるのかなっていう心配ももちろんあるんですがまあ、それ以上にね今のグランパスがフロンターレ相手にどのようなサッカーをするのかどれだけ通用するのかっていう楽しみも大きいかなと今、グランパスも好調で来ているのでまあ、いい状態の中でフロンターレと戦えるというのはあのー、悪くないまあ、ファンとしては一ファンとしては楽しみかなというところが大きいですね。でまあ 冒頭にも言った通り、明日は万が一負けてしまっても突破の可能性は残ると。そうなってくると、やっぱり得失点差というのも重要になってくるので、どんな状況になっても、どんな試合展開になっても、やっぱり守備も攻撃も集中して戦ってほしいなと、次の1点を狙うような、あの、姿勢っていうのは常に見せてほしいなというふうに思います。 でまあ結果にも期待したいですけどね、フロンターレとの大一番なので、お互いのサッカーがねしっかりとかみ合ったねいいサッカーを期待したいなというふうに思っています。で、明日はね、やっぱり何よりもルヴァンカップグループステージの突破っていうのをつかみ取ってほしいかなというふうに思います。はい、そんなところで佐藤のラジオ第231回、今回はこのあたりで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。